はい、真鍋大斗です。プログラマー、アーティスト、DJ をやってます。でライズマティクスっていう会社をやってます。普段は、プログラムを使って作品制作をやっていて、で、音楽も作ったりもしますけど、基本的にはチームでやっていて、僕はソフトウェアのエンジニアリングとか、あとはアウトプットの音とか光とかっていうところを結構担当していて、であとは、ベースになるコンセプトとか作品がどういうものになるかとかっていうことのディレクションもやってます。僕はもともと大学では数学を研究していて、でもその頃バンドやったり DJ やったりっていうのをやっていて、なんかその頃からいわゆる理系的なことと、大学でいうとそういう美大とかでやるようなそういう表現活動みたいなのを、別々にやっていたので、本来とかでやっているので、それをなんとか一つにできないかなって思ってたんですけど、プログラミングを使うことで音楽を作ったり映像を作ったりっていうことができるようになって、そこから今のキャリアにつながるような活動を始めたっていう感じですね。もちろん映像とか CG の作品だったり音楽だけの作品っていうのも作るんですけど、やっぱり興味があるのが舞台芸術で、例えばそこには人もいて、で照明もあって舞台美術もあって音楽もあってみたいな、そういう総合芸術的な表現に興味があるっていう感じですね。でそこの離れた状態でも成立するようなダンスを何か作れないかっていうことを、結構ずっと考えてたんですけど、12K の、すごい高解像度のカメラを使うことで、ちょっとそういうことができそうだなと思って、ちょっと始めてみました。映像で見てもらう新しい形の作品っていうのも結構同時に生まれてるなっていう気はしていて、で、お題としてやっぱり配信で見るっていうケースの場合、パソコンで見ることが多いと思うんですけど、そのパソコンのこの画面の中でどういう表現ができるかっていうのが一つお題としてあって、それはそれで楽しんで、やるしかないかなっていう気はしていますね。ある程度距離を置いて、例えば今回の作品でいうと、ダンサー同士は、5メートル以上離れて踊ってるので、そういう意味では安全な状態で踊れてるんですね。で、その離れた状態で踊っていて、じゃあそれを、何らかの方法で、くっつけたり合成したりしなきゃいけないんですけど、それを今回はもう一発撮りで撮影して、で12K の映像の処理ってもう多分5年前とかでもそもそもカメラもなかったし、編集しようと思ってもソフトウェアもないし、もしそういう編集ソフトを自分で作ろうと思えば作れると思うんですけど、作ったとしても膨大な時間がかかって、とても作品を作るような感じはなかったと思うんですね。でも今はCPU も速くなって、でも全体的にスペックも上がって、カメラのスペックも上がっているので、新しい表現にチャレンジできる、いいタイミングだなっていうのはテック的には思ったっていう感じですね。コンセプトとしては本当にもう離れて踊るっていうことが一つで、あとはその人のポーズを解析するっていう作業を、例えば1917年とかだったらロトスコープって言って手で1フレーズずつマニュアルでやってたり、その後もモーションキャプチャーの技術が出てきてからもスーツを着て、でカメラをたくさん設置してっていうことはやらなきゃいけなかったんですけど、今は機械学習の技術とそういう CPU とか GPU の進化のおかげで、スーツを着なくてもその人のポーズを解析できるようになったんですね。でそれを使うことで人が今どういうポーズをとってるか、どれぐらいの幅で今踊ってるか、どういうスペースを、どういう動きをやってるかとかってことを
解析することができるので、その解析した情報を使って自動で合成をしてみたいなことをやれたら、今まであんまり見たことがない編集のやり方になるんじゃないかな、編集とか合成のやり方になるんじゃないかなと思って、ちょっとチャレンジしてみたっていう感じですね。本当にもう最初の最初はもう僕がすごいちっちゃいソフトを書いて、で例えばオレンジ色のボールとかを持って、それが常に中心に表示されるっていうような小さなソフトを作ってみてもらったりとか、あとこう手のひらを開いた時にそのサイズを使って編集をするとかっていう、いわゆるプロトタイプをたくさん作って、見てもらって、インスピレーションを与えて、でそこから、振り付けを考えてもらって、で、最終的に本番用のソフトウェアを書いていくっていう作業に移るという感じで、 CPU なくてはもうできない作業なので、もう生かしてるというか、もう全面的に使ってますけど、進化して本当に10年20年前とはもう比べ物にならないぐらい高速でいろんなことができるようになったので、本当に今でしか作れない作品が作れてるなっていう感じがします。一番肝になってるのは、やっぱりその人のポーズをどうやってそのカメラの映像のみで解析をするかっていうところがポイントですので、しかも一人じゃなくて9人いて、で別々の踊りを踊ってたりするの でしかもグリーンバックでやってたりっていうわけではないので、その辺の解析が一番難しいポイント。僕は音楽、どっちかというと音楽から入って、最初ドラムマシンとかそういう何ですかね、いわゆるハードウェアの機材から入ったんですけど、やっぱパソコン使ってプログラミングを覚えたおかげで、やっぱり自分でツールを作ることができるようになったっていうのが一番大きいかなっていう気がしますね。で今までだとやっぱ人が用意してくれたツールを使って、コンテンツを作るっていう感じだったんですけど、パソコンでプログラムを書くことで、自分のオリジナルのツールを作って、でさらにその上で表現のための、作品を作るという形になったので、それが一番大きいですね。演出振付家のみきこです。普段は、アーティストの、振付をしたり、ライブの演出をしているのと、あと今回出演させていただいたイレブンプレイというダンスカンパニーの主催をしています。今回みたいにテクノロジー×ダンスっていうことじゃないときは、やはりそれぞれダンサー一人一人の個性を引き出すための演出はどうしたらできるかなっていうのを、気をつけながらやってるんですけど、ライソマさんとコラボレーションするときは、とにかくお題をいかにこう昇華させられるかっていうのを集中して考えて作っています。なるべくこう初見の人がわっと驚くような感動を与えられるように、逆に私がお客さんになって作ることが大事なのかなと思っていて、どうしてもすごいコアなこう難しい説明しないとわからない演出をするというよりは、そのなんだかわからないけどすごいっていう風にこう見せるのが私の役目で、でいつもそうやって作ってるんですけど、さらにその私の想像を上回る感じで答えが返ってくるので、なんかそういうこう駆け引きみたいなのはあります。海外から配信をして日本のファンの人にこう思いが届くような演出を過去考えてきたりもしてましたが、なんかこういう形でオンラインをせざるを得ない状況になるとは思っていなかったので、やっぱり今でしかできないこと、オンラインでしかできないこと、そしてこの時代をしっかり記録する作品を作ることっていうのが大事かなと思ってるので、ただ配信をするというよりやっぱり
っかりストーリーを作って届くような演出をしていきたいなと心がけてます。今回のタイトルが、まあ、スペースなんですけど、どうしてもレッスンをする時もディスタンスを気をつけながらとか、作品を作る時も距離を気をつけながら作らないといけない状況で、普段はやっぱり私の気をつけてることは、こういかに人と人とが立体的なフォーメーションで素敵に見えるかだったり、手と手が絡んでこそ成立するフォーメーションみたいなことを結構こう醍醐味にしてたところがあるので、それができないことをやっぱり逆手にとって、自分一人しかいないスペースをどういうふうに構築していくかっていうのを各ダンサーの身体能力で見せていくっていうことと、あとはその今回ならではっていうのは、その映像技術でそのスペースを自由自在に操れるっていうことが、やっぱり普段普通にただのスペースにみんないてやっている作品だとできないことなので、まさにこの時代ならではの作品になってるのかなとは思います。最初このお題を聞いた時にやはり想像するのがとても難しかったんですけど、でも普段イレブンプレイでもパフュームでもよくモーションキャプチャーのデータの撮影とか行っていて、その時にこう関節にマークがあって、それを動かすことによって自分のこの本当のエリアというより体のこのスペースを操るっていうことを考えたらいいんだなと思ったので、なのでダンサーにもこう例えば狭いスペースの中で踊るだったらどうなるとか、自分のスペースをこう広げていくことで、自分たちで場を作っていくみたいなことをイメージできることで、意外とそこまで考えながら各ダンサーが振りを踊ることも今までなかったので、そういうことを意識してやってきましたが、どういうゴールになってるのかまだ未知です。はい、テクノロジーの進化によって演出の幅が無限に広がったなっていうのは一番感じていますし、それこそスピードがアップしたことによって演出とか表現を深める時間が増えたっていうのが一番素晴らしいことだなと思っています。で、昔だとやっぱり舞台に直接足を運んでもらったり、こちらから海外にまで足を運んだりみたいに直接見てもらわないと出会える人が少なかったのが、今では同時に世界中の人たちに表現を見てもらえるっていう場が増えたのもテクノロジーの進化によるおかげだと思っています。